ユーロスペイン優勝コパアルゼンチン優勝で五輪スタートでサッカー好きの日本人さんマジでもう体力の限界すぎるけん。なんか気づいたらオリンピックまであと10日になってるんだけど、てか時間帯きつすぎる。終わった寝れねえ。ユーロ終わってやっと夜まともに寝れるって思ってたら五輪かよ。とりあえず海の日には感謝してる。でもさすがに五輪きついって。4時はまだいいとして2時はさすがに無理。4時はなんとか見てそのまま仕事行けるのだが、2時が辛い。寝るかそのまま行くか悩む。2時が一番嫌い。ユーロ乗り越えれたらいけるだろ。ユーロのせいで何にも感じなくなってしまった。これはもう慣れました。俺多分無理だ。誰か先祖くれた俺るって。冬久保のいない23など見る価値なし。JFA は日本人の睡眠時間を考慮して少しでも視聴率下げるための先行してくれたって思いたい。サッカー好きが影響して今回転職した人多分多いはず。大体のサッカーファンこのユーロでも生きてるって。